Jaha, meidän etsivämme on tässä. Näyttää muuten nuoremmalta kuin edellisessä pelissä. Joo. Lapsista. Varmataan. Ano, hitsurei desu ga, Date Keiji desu ka? Herra Taateli. Jappari soo deshita ka. Watashi, Date Keiji no fan nan desu. Sillä on faneja. どういうことだ ?1 年前の事件で本庁の命令も聞かずに単独捜査。ついにはあの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。ちょっと待て。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職。辞表をカムロ署署長に投げつけた後、一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事。ん？カムロ町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった手合いに憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務なら、もっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が。Kaikki on nappi, yli nappi, nappi auki. 鬼ヶ原。Patsi Datella, jolla on kaksi nappia auki. Koska ne on kova tyyppi. Ura ima kouan shosok no dega nanda. Are dake juu o buppanashi ita otoku ga kouan no dega ka. Fuzaketa hanashi da. Hito giki no arii koto yuna. Se on ampunut joku. Mon mukaji no hanashi janai ka. Ore in totcha. Ima demo kino no koto no yoni omoidasu. Me no mae de yogisha o korosareta no ga sonna ni trauma ni natta no ga. Maa na.でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前須藤に呼ばれてきたんだろ。ヤスが待ってる。ああ、もらったこっちと。地下3階か。ずいぶんとおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。うん。地下3階13号資料室。警視庁赤ズノマってやつか。なあ。キャレットフォーネ。不祥事の間とも言われてた。しかし、スカンダリアハンドーマ。シンハウルタンカキヨトト。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ。紹介します。こちら、公安部外事二課課長の倉橋警視正です。倉橋。伊達さんの噂は金々。倉橋です。公安二課？どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアとは。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ。こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです。予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二。寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を火の海にする。目的が一緒なだけや。ケジョリーとしことが終わったら赤の他人、分かっとるな。はあ。まあ、
期待していてくれ。この関西弁の男が郷田隆二本人と思われます。なるほど。じゃあ4課と2課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。ヘクサ、会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？手間が悪い。こいつは。そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ郷田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。いや、ね、ゲートした。だがそれだけで。それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴史とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。うん。俺だけどこへ連れてくんだ。おい、聞いてんのか。ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ。傷害罪は表向きの口実。あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。Oh no. See you. どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。何？蒼天堀にある葵っていうスナックへ。kuskiin tähdätty laukaukset. Käy aika mielenkiintoista. Ei ollut matkustajaan tähdätty. Se jättikö se nyt tuon kaverin tuon? あんた誰や？キリュウというものだが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがってほんまに。そんないのことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え？
あんたみかじめ取りなんちゃうん。佐山薫って女知ってるな。薫がどないしたん。あの汚れ渡ました。こういうアウトさん車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。強そうだな。おい、お前、おい、お前、聞こえとんのか。おい、待て、おい、待て。Pysäyttelee. Toi äippä. Se on tonnin seteli ilme kyllä. Seimas. Special qualities. Jaha. Poison. Tju! Kun. Mikä tää oli oikeesti jo? Tääkin on aika pattityyppi tää Kiryu.
kukaan ei huomaa sen jakutsata tuointeja. Ei tiedä mikä toi on. Valmiina taistelua. Contradiction. Aalta ottaa. World Photo Festival. Raaka väkivalta. Muita ei saisi valheella saada mukaan taiteeseen. Thank you.
はい。In the name of the art。おい。病院にいたのか？手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。簡単だな。佐山とはかなり親しいようだな。親しい？当たり前や。そうしないで。うちはこの子の親や。え？まあ、血はつながってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも、育ての親っちゅう方が近いな。この子、孤児やねん。孤児？生まれてすぐ両親が死んでもうてな。せやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時、あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんな。なんでわかるん？うん、俺も孤児だったからな。ありがた。そうか。まあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に触ったから。ああいい、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせえへんから。そうか。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え、なんなん？まあ、警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか。あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど、私もお乳じゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が聞けりゃもう大丈夫だ。ねえ。ja, tässä on selkeästi niin kuin tässä Kivami kakkosessa enemmän niin kuin vahvoja naishenkilöitä. これは saatto tulla ehkä. Gouda Ryuji の仕業じゃないわ。ああ、tylppä kärkinen luoti. Gouryu Kai は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。うん。それにこの弾丸。ヤクツァって言うね、サオサアンポ。通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあ、わからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。隠し格好するアンポ。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長のジャンソへ行きなさい。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男、あなたがレートはと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか。そう、そしたら相手はデタラメなレートを言うわ。とにかくそれを受けて。わかった。ちょっと待って。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。
逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。わかったわね。ああ。Kuitenkin seuraavaksi. Ja. Latteuksia tavallista maalaisjärkeä, mutta... Oh! Joo. Se on kalju. Jaha, tää on tämmönen poliitikko. Tyypillinen poliitikko. Jakaa vaan noita kirjoja. Kannattaa polttaa se kirja. Tää on huomannut sun. Dead model gun. Okini. Oi. Te piti muistaa toi.
見高島かや。高島、寺田、いや、東条会五代目とは兄弟分でした。 OK。 そうや、この弾丸大陸からの密輸銃でしか使用できんタイプの特殊なもんや。 OK、ne on kiinalaisia kivääreitä ja pistooleita, mitkä on salakuljetettu。今関西でこのルートから武器を調達しとるのは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島中やっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うて武器を手に入れる手段でしかないんや。ハラメパークって言って、だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが、だが、おっと、あかんかん、これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島か。うん。じゃあ計画は成功したんだな。はい、親父の指示通り軽く怪我させる程度に。弾はどうした。それも手はず通りです。あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り、車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今それだけで十分だ。わかりました。で、kaikista hölmöistä syystä hölmöi。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい、それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。ポリシアセモラバーリコシュッツや。カッコつけんね。こっちは裏でお前が汚いこと共産やっとって知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか。いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うかな。お前、桐生の味方ちゃうんか。まさか。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか。ああ、そうや、ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って、釈放や。そうですか。では高島、お前何企んどるか知らんが、南北家の上層とつながっとっても逃げられへんぞ。合流会の肩も強な真似しくさったらすぐに同じや。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。Poliisi vastaa rosvo。まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。いくらだ。30万。はい、パホス。おい、せや、
alla mons. Oi. Oh. Okay. までか。わかりました。世話になったな。ああ待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。ヒソパラッキオパスタ懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ登場界先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。あれましvasta ne lentelee kyllä. Olen no kubi ni kenshoukin o kaketa no wa dare da? Shuka! Eikö sun pitänyt tietää asioista? Sengoku gumi ya. Ano sengoku no koto ka. So ya.あとは勝手にやっとくんなり。ああ、だんじゅわねさむかな。声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺か。Foreshine. Foreshine. ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、絶対トゥエンテキュータ。来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いします。なあ、ローラーやった。たんせっぱらかつ。桐谷店長、何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐生、桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあどうぞ中へ中へ。さあさあさあ、おい小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれ
待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの、小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真の顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの？もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか？人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。ね、人違いだわ。似てた。人違いですか？ちょっと場所に座ろう。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんた、ここのオーナーなのか？はい、申し遅れました。私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといってもうちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人？ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。キリをプシュージたまきん。これで営業できなかったら損失は莫大、お店の信用もだだ下がりよ。どうしよう、せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします、桐生さん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上で。もちろんクロピーライスティンカスターお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。いいですか？ああ。だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ、桐生さん。ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。では桐生さん。いえ、桐生店長、よろしくお願いしますね。tämä on sama kuin Ajakut sen ollassa periaatteessa. お客様。いらっしゃいませ。Mä oon että noin 5.49 tuntia. Noin aika kalliita noi presentit. Teemme tappioon, mutta opimme ehkä jotain tästä. Arigatou gozaimashita! Nantoka norikireta na. Kiryu-san, arigatou gozaimashita! Hontou ni hajimete desu ka? Keikensha mitai deshita yo! Ehkä noita lahjoja ei pitäis antaa niin paljon. Sainou arimasu yo! Tehtiin tappioon. Oseju ei. だが、なかなかいい店だと思うぜ。
客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男か、神崎さん。神崎、神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちのハラスや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ、可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆうきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。オッケー、キラパイロ。何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売り上げナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。おお、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀シャンシャン、ああグループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。はあ、でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いや、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。こつなキルパロみたいな絵感謝してもらいたい気分ですよ。せこつな、あのスターヘビーだ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から競合が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな、おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよフォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。Eli tää käytännössä menee samalla tavalla kuin Jakut sanoessa, että täytyy vaan varastaa muilta tytöt. Ja kasvattaa ne. Aha. どうしよう。ユキさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ユキさん、小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え、でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるなら、たとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない、ユキさん。それに私は信じてるんだ、このお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょうユキさん。よーし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。ああ俺もか。何よと本命乗りかかった船じゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺
もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよ。ね、ね。まったく、しょうがねえな。わかったよ。やったー、キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がって、このお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろっか。いいですね。あれ、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォーシャイン。Tonnin seteli ilme. うまく決まったね。キリュウさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。はい。イエス。Legendaarinen hostess. Onegaishimasu. Fresh Paradise Executive and aha. Sata klubia, aika paljon. Yes. Eli kansakin pitäisi voittaa. Sunshine, niinpä tietysti. Hei! Kana. このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれないから。äiti on huolissaan, kun tyttöä ammutaan. あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ。私の本当の親は誰なの？もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや？あの男が登場界の人間だからよ。登場界、彼の身辺保護をすれば登場界に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた、まだ痛むか。
もうなんともないわ。水一杯くれねえか。佐山です。あ、はい、ちょっと怪我をしまして。はいはい、一緒です。え、あ、はい、わかりました。うちの課長から。うん、mielenkiintoista。キリュウだ。府警四課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ。聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。ああ、駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か。いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか。トリアディット。いや。そうか、ほんならええわ。それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええんやないか。カムロ町に。だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。わかった、オンに切る。お前の弾、四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。わかった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上、管轄なんてないわ。私も行くわ。やは。勝手にしろ。Selkeä.